に辞めます。京子さん、本当に何もしてませんから信じてください。もういいです。おやんなさい。好きなだけ。この男。何もしてないっつっても聞いてくんないんじゃない？私と五代くんじゃ体つながったって心バラバラだもん。何にもなかったのと同じよ。誰がつながった？わかりました。もう結構です。あんたなんか、明美さんの紐になればいいのよ。何？何を殴れば？殴りなさいよ。やましいことがないというのならいいわよ。殴って。だってあんまり訳のわかんないこと。意気地なし、卑怯者、女ったらし、浮気者、最低男。訳ぐらい聞いてください。